ちょまのバイトのことがきっかけで彼らの中に亀裂が走り、過去最大の喧嘩が起きてしまった。過去に戻った司はちょまの違和感を感じ、みんなに聞くがちょまとは話してないという。そんな時、たまたま目にしたちょまの異様な光景に3人は戸惑っていた。これかぶってやっていくか。お前たちの相手は私だ。メビウス様に会えると思ったら大間違いだ。どこからでもかかってこい。キャッ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 。なんか物足りないんだよな。もう何やってんだあいつ。なんか練習でもしてんのかな。相手を馬鹿にした笑い方をして迫力を出した方がいいのかな。一緒やってみよう。どっからでもかかってきたまえ。よし、いい感じじゃない。戦隊モノの悪役だよな。なんで？戦隊モノのアルバイトしてるなんて恥ずかしくてあいつらに言えねえよな。ましてや悪役だもんな。本当は主役でアルバイトしたかったんだけど。もしかしてチョマのバイトって戦隊ものの悪役？マジかよ。どうりで俺らにバレたくなったわけだな。そういえば前に、つかさ、俺一度でいいから俺ヒーローになりてんだよ。バカじゃねえよお前。行くぞ。おい。って言ってたことあったな。あれってこういうことだったのか。でもあいつヒーローになりたかったのに悪役に選ばれて俺らにバカにするのが嫌だったんじゃない？こういうことだったのか。チョモが隠してた理由は、11年前には知られなかったこと。これのせいであの喧嘩が起きたんだ。ん？待て待て待て、めっちゃくだらねえじゃんかよこれ。え、待って、もしかしてこれでタイムスリップが戻っちまうとかねえよな。頼むからやめてくれよ。こいつくん、ちょま、なんでいいの。いや、ちょっと待って。あ、これはあの結婚式の余興だよ。友達のバカ、友達何歳で結婚すんだよ。いいんだよ隠さないで、バイトだろ。本当はさ、主役のヒーローやるつもりだったんだけどさ。いいじゃん、似合ってるよ。チョマにはその方がお似合いだよ。おい、お前ら絶対バカにしてるだろ。ごめんな、無理に聞き出そうとして。こっちこそ変に隠しちゃってごめんね。チョマ、その本番いつあんの。来週の日曜。ああ、じゃあ俺らで見に行こうぜ。うん。マジかよ、恥ずかしいじゃねえかよ。いいだろ、俺らがヒーロー役やってやるよ。できるわけねえだろ。いっしょいっしょ。ちゃんと仲直りできたみたいだな。過去最大の喧嘩の謎が解けてよかった。またここから仲良く遊べる日々が続くんだろうな。おい、つくつく、こんな姿もうねえから記念に写真撮っとこうぜ。あ、そうだな、チョマの悪役記念に。ほら行くぞ。はい。ん、待って、写真。おい、くだらねえぞこんなんで戻んのは。嘘だろ。おい、
はい、チーズ。うわうわ戻ってきちゃった。お前はバカなのか、アホなのか、なんだあのくだらない内容の喧嘩は。どうでもいい、どうでもよすぎて言葉が出ない。うわくだらなすぎた。あんなの絶対喧嘩することじゃねえのに。ああ、俺の YouTube 生活何も変わってないんですけど。知るかそんなの。お前がさっさと切り出さないからだろ。少しは真面目に向き合ったらどうだ。タイミングが出た出た。またタイミングのせいか。呆れるな。ほんと過去に戻れるのだって有限なんだぞ。これでお前が今やりたいことを何もできずに終わったら俺が恥ずかしいじゃねえか。ここまで来たら何でもいいから変えてもらわないと困る。さっさと次に行け。次はしくじれない。何か変化を起こすんだ。ほれ、次は何だ。次の写真は、ああ、俺たちの高校時代の平凡な日常をたまたま撮った写真か。この時に戻って俺何ができるんだろう。とりあえず何かアクションを起こさないと。よし、次こそは。ハレルヤチャーチュー。うわー